ラグナシアラグナシアは愛知県がまがおり市海洋町にある海をテーマにしたテーマパーク2002年4月25日に開園したシーサイドリゾートラグーナテンボスの中にあるラグナシアのテーマは海大航海時代や海洋冒険端をイメージしたパークでその全体が地中海の交易で栄えた中世のアドリア海に面した港町という設定に なっている。スペインからイタリア、ギリシアの文化や雰囲気が混然一体となったもので、パークの中心にウォーターパーク、大規模プールがあり、夏はプール、秋冬はカヌーやボート体験ができるようになっており、秋はラグーナハッピーハロウィーンや世界のビールとワイン祭り、冬はイルミネーションやプロジェクションマッピングに富んだ、 史上最光の冬ラグーナが開催される。道路を挟んだ場所に、お魚市場、ラグーナアウトレットレストランなどの商業施設が入居する、ラグーナフェスティバルマーケットがある。フェスティバルマーケットとラグナシアは、ペデストリアンデッキでつながっている。ラグナシア開業時には、キャラクターは設定されなかった。2004年4月24日の新施設、ビバ・ピアッツァ完成とともに、ガトー ピート、モルサが誕生した。その後、ラグナシア10周年を記念して、女の子のキャラクター、ルナが追加された。彼らは、パラレル海賊団を結成しており、パラレルワールドから来た設定。ありがとうございます。